今回はですね、アメリカの、中間選挙がね、行われています。中間選挙ということで、これに対してプーチン氏の側近がアメリカの中間選挙介入を、明かしています。アメリカの、中間選挙に対して、介入していると自ら明らかにしている件に関してね、今回言及させていただきたいと思います。この方に関してはね、プーチン大統領の料理長と呼ばれる、側近ですね、エフゲニー、プリゴジン氏ということで、このプリゴジン氏がね、7日にアメリカの中間選挙に介入していることを自ら明らかにしたということでね、まあ通常この自らが明らかにするってことはあんまりないんだけど、まあ明らかにしていたわけです。これ2016年のアメリカ大統領選ですね、トランプ大統領がまあ当選して、その中でね、この時にまあ、いわゆる FBI が動いていて、このアメリカ大統領選、ロシアが介入してきたということで、アメリカ、トランプ、元大統領のね、ロシア疑惑なども囁かれていたわけだけど、この時明らかにね、まあ、ロシアが介入していたわけです。まあ、その後もね、というよりも、ずっと前からまあロシアが介入してるっていうのはあるのかなって感じがするんだけど、この2016年のアメリカ大統領選において、民主党のヒラリー・クリントン候補を貶めるような情報を SNS などの数字で大量に流してということで、これに関してまあ共和党のね、トランプ元大統領がね、まあ、トランプ氏がね、当選するように世論操作に関わっていたと指摘されているわけです。ロシアとしては、まあ、プーチン、大統領とね、仲がいいトランプ氏が当選した方がロシアにとっては有利ということでね、ここに関しては介入していく。まあこれはもちろん、各国、まあ工作機関で、ね、情報機関、対外情報機関などが動いている中で、例えば日本と中国、日中関係もね、良好な関係ではないと思うし、日露関係に日本と、北朝鮮、日本と韓国、もしくは日本とアメリカの関係を見ていってもね、これに関しては自国に有利になるような人物を、まあ、例えば、首相とか総理大臣とかね、政治家に持っていくっていうのはね、こういったところで、まあ、情報工作も行うっていうのはね、あるわけです。特にこの SNS がね、まあ、かなり今、普及している中で、SNS を通じた、やっぱりそういった情報工作というのがね、行われており、まあ、ロシアというのはね、そういったところに関して情報、機関ですね、まあ、情報工作って昔から KGB の時代からね、得意であって、そこのところで、かなりまあアメリカにおいてもね、そのところでフェイクニュース。だから、さっきの、大統領選トランプ氏負けましたけど、ここに関して、まあ、いわゆる不正が行われていたというふうに言って、アメリカ、国内を混乱に陥らせた、わけですけど、これに関しても同じく、ロシアのいわゆる情報工作が行われていたかなって思うところです。で、その中でね、まあ、ロシアと、米ロ間の関係っていうのは冷戦下の時代からね、まあ、非常に仲が良くないものであって、これは例えば日本と中国、日中関係以上にね、悪いもの。ただ、米ロの関係、まあ、貿易の関係でね、例えば米中間もそうだし、日中間もそうなんだけど、貿易の関係で輸出入が行われておりに、例えば日本と中国の関係においてもですね、これは日本の企業の製品が中国に、とか、もしくは日本の企業が、まあ、こう、工場などの、ね、生産拠点を中国に設けていたりしているし、それで中国が日本の製品を買ったりとかね、逆に日本が資材などを輸入、部品などを輸入していたりする中で、ね、まあ、国としての関係としては非常に難しいものもあるんだけど、経済的なものを見るとね、まあ、経団連なんかも非常に難しい各国の企業、まあ、進出してますから、各企業がね、そういったところを見ると一概に全て、ちょっと難しい点もあるのかなって感じはするんだけど、とにかくここに関して、ロシアではね、トランプ元大統領の復帰を願っていたりするわけです、これはね、これはプーチン氏と、トランプ氏がまあ仲が良い友好関係を、維持している、ということで、ここに関してロシアがトランプ大統領元大統領を復帰させることによって、まあウクライナをね、巡る、問題ですね。ここを、が変わってくるんじゃないかというところで、まあ、いわゆるプーチン陣営がね、望んでいることかなって感じはします。
仮にまあアメリカが、ウクライナ支援の第一線から退いた場合ですね、いわゆるまあ NATO、ヨーロッパ、諸国がどういう対応を取るか、に、まあ、焦点が移っているのかなって感じはします。で、今回このブリコジン氏ということでね、まあ、2016年のアメリカ大統領選においてインターネットのトロールですね、まあ、嵐行為ということで、工作などで介入工作で暗躍した組織があったんですけど、これに関してインターネットリサーチエージェンシーということで、まあ、英語で言ったらインターネットリサーチエージェンシーということでね、まあ、IRA ね、 IRA っていうと北アイルランドを思い出しますけど、この IRA を、まあ、まあ、いわゆるこのコントロールしてるとね、まあ、アメリカの政府は、まあ指摘しているわけですけど、このプリコジン氏が、プリコジン氏の IRA を、ね、指揮しているということで、これに関してアメリカの司法省が2018年にね、まあ2016年の大統領選に介入したとして IRA やロシア人13人を起訴ということで、これに関してね、2021年にブリコジンを指名手配し逮捕につながる情報に25万ドルの報奨金を出しているわけです。さらには、このアメリカのサイバー軍ですね、アメリカ、まあまあ、これに関しては情報戦争って今ね、まあ、この世の中行われており、情報戦、この日本に関してはかなり遅れてるかなって感じがするんです。なので日本もこの情報戦、かなりまあ日本においても行われてますけど、ここのところ、情報戦に勝てるようにね、しっかりとやっぱりこの国として強化をしていくべきじゃないかなって思うところです。アメリカのサイバー軍とか NSA ですね、これは、まあ、日本語で言うと米国家安全保障局などは、2018年の米中間選挙でもね、2020年のアメリカの大統領選でも IRA などの動きを封じ込めるね、攻撃に乗り出してこれが成功してるわけです。だからまあアメリカに関してはそういったところに関して情報戦に関してもね、かなりまあ資金と人的要因を入れていて、そこのところに関してはね、しっかりやってるなっていうのは思うところです。まあ、そういったところから、まあ、今回のアメリカの中間選挙でもね、2016年の時のように、なかなか介入がしようとしてるんだけど、まあ、できにくい、面もあるのかなって感じはするんです。ただまあ、先のまあ大統領選においてはね、まあ、いわゆる、各州で不正があったというふうに言って、それによって、まあ、日本アメリカ国内で暴動が、ね、起きて、まあ、アメリカちょっと混乱状態に陥らせた、まあ、そういったところ、まあ、ロシアのね、まあ、いわゆる、情報工作が、うまくいっていたのかなっていうのはね思うところです。で、今回ね、あえてここで、まあ、中間選挙にも介入していると言っているわけだけど、まあ、そこを、まあ、公言したってもね、あれなんですけど、まあ、今後ね、まあ、今、いわゆる共和党と民主党がかなり拮抗状態になるわけで、今後どうなっていくのかなっていうのはね、思うところです。ちなみにこのロシアの対外情報機関ということで、これ旧ソ連の時代って KGB 有名ですよね。私自身が例えば旧ソ連の国々、まあ、中央アジアが全ての国を訪れた中で KGB による例えば反ロが強い国だとね、例えばバルト三国の、北からエストニア、ラトビア、リトアニア、モルドバとかウクライナですね、そういった国々に関してはやっぱりかなりまあロシアに対して、まあ、対ロ感情が悪い反ロの国々なんです。まあ、ベラルーシなんかの進路だったりとかね、中央アジアの国々なんかも、進路の国があったりします。まあ、ジョージアとかね、昔グルジアなんかも、まあ、ロシアが、まあ、侵攻した、経緯もあって、ロシアに対してかなり脅威を持っていて、反ロの国ではあるんだけど、そこにまあアメリカが入り込むってあるんだけど、入り込んでるもあるってのはね、私自身が見てきたんですけど、まずその、ソ連時代の KGB に関わるものとして今 SVR ですね、 SVR ということで、今活動しているわけです。まあ、この SVR が、まあ、他にも諜報機関、対外諜報機関があるんだけど、まあ、第一総局の、まあ、いわゆる KGB の、後継機関です。他に CIS の加盟国ですね、これに関しては CIS の加盟国における諜報活動に関しては、連邦保安庁 FSB が、従事しています。そして、まあ、ロシア、ということで、まあ、工作員がね、数、まあ、世界各地にいます。まあ、日本においてもね、ロシア人だけじゃなくて、日本人がロシアのスパイになっている人もいて、ロシア寄りのね、まあ、発言をしている人たちもいたりするわけだけど、そういったところで工作も行われているのかなって感じはするんだけど、この日本においても、かつては陸軍中野学校ですね、二俣、例えば中野学校あって、私自身、例えば二俣文庫とかも行ったことあるんですけど、二俣文庫の跡地なんか行ったことあるんだけど、まあ、尊敬する小野田少尉などのね、卒業されたところなんだけど、かつては日本においても諜報活動がね、世界各地で行われていたのもあって、日露戦争でまあ有利に進めるためにって今やってたのもあるし、まあ、先の大戦においてもですね、大東亜戦争がね、開戦した後も
そこのところで日本の、まあ、諜報員、まあ、これ諜報活動をしてね、うまく現地の人々を動かしていったってのもあるので、当然まあ国としてはこの対外諜報機関、ね、情報工作、まあ、情報機関によって活動していくっていうのはね、まあ、当然のことかなと思うんだけど、まあ、日本は戦後ね、まあ、憲法の縛りなどってもなかなかできてないのもあるんだけど、もちろん日本においてもね、まあ、情報機関ってあって、まあ、調査などをしているのもあるのかなって感じがします。ということで、今回は、ロシア、がね、介入ということでアメリカの、選挙の介入、これは前から言われていたことなんですけどね、まあ、これはもちろんロシアだけじゃない、ロシアはかなりこういったところ得意なんだけど、他の国々も同じように、関係が微妙な国々に対して工作を行っているというのがあるのかなと思うところです。ということで今後もね、こういった、国際情勢、国際問題、に関してはね、言及させていただきたいし、アメリカに関してもね、3回訪問しますけど、また来年以降に再訪しますので、まあ、現地よりも発信させていただければと思ってます。楽しみにしていただければ、ぜひチャンネル登録いただいていない方はチャンネル登録いただければと思います。